どうもこんにちは、タカです。今回もダークソウル2プレイしていきたいと思います。前回は残念なことになりました。装備杖がもうないです。もうこれはダガーで行くしかないですね。ここはソウル使っておきます。一応もう惜しんでても仕方がないんで、ソウルを使って筋力を上げます。筋力、人のゾーンも使っとこう。もう最初辺で死んじゃったら意味ないんで、オッケー。筋力を上げて、メッセージは読みたくない。話す。こうなったら筋力を上げて、筋力は6必要。盾装備するのに6必要なんで、これで OK。 はあ、残念や。あと装備品が1個、2個、3個、4個、5個、6個、7個。7個ありますね。7回死ねるっていうことですね。逆に言うと。7回死ぬ前に、あと7回死んだら終わりですけど、死ぬつもりは全くないです。どんどん攻略していきたいと思います。あ、っていうか、かがり火から変装すればよかった。まあ、いっか。歩いていこう。白霊とかないんかな。ここは霊に助けてもらうっていうのも一つの手ですね。杖装備はどこら辺行ったらあるんでしょうね。朽ちた巨人の森。後ろか。よし、アイテムを切ろう。投げない。後ろから刺す。オッケー。パリしたのに。オッケー。地味にだが短い。だがが短くて困ります。お、後ろった。やめてくれ。うわ、痛い。飲んどこ。無茶はせえへん。決めとる。お、結構うまいんちゃう。そうでもないか。やばい、調子乗った。弓野郎はどこ行った。何？あかんて。あぶな。よし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 。いいよ。今のところもう1レベルアップできるかな。いや、こまめにレベルアップは必要っすね。でも上のこのソウルの矢あるのに使われへんって痛すぎる。危なっ。後ろから来んなよ。
もうちょい射程が欲しい。だが辛いな。アイテムを拾う。最初の敵でこんな苦労したら大丈夫か。 OK。 そろそろ先に進みたいけど全然進んでへんな。パシ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 。ベスト瓶が一つ。ベストのかけら欲しいな。とりあえずもう白いハイデの騎士は相手にしない。うん、座っとるな、ちゃんと。あぶねえ。てか、だが致命の一撃、パリできんねやな。飲んどこ。危ない。敵多いって絶対厳しい。うわやって、相手できひんって絶対。ここは一回退散や、間違いない。スイート。で、降りてくるのを待つと。次降りてきやがった。進めねえよ。進ましてくれよ。ダガーが壊れそう。ダガー壊れそうって。ここはもうアイテム使っていくか。でダガーはもう一本ある。もう一本あるからショートソードとかも装備したいのにな。お、折れた直剣。お、こっちの方が強い、もしかして。こっちの方が強いぞ、折れた直剣の方が。折れた直剣でいこう。アイテムを使って。痛い。弓矢忘れてた。弓矢がうざいな。手数的にダガーの方が強いんかな、これ雰囲気。弓矢ほっとく。無視や。んで、こいつは。こっちから行くか。じゃあ、見たったって。うわ。どいて、後ろから来るって。アイテム。俺たちは剣めっちゃ強くないか、これ。スタミナがあんまり減らへん。ずっと攻撃できる。ダガーが。あ
ああ、折れた直剣でいこう。オッケーオッケー。この先どんなエリアやったっけ。使いやすい使いやすい使いやすい。ここは確か危ない。そう、炎を投げてくると火炎瓶ですかね。いた、もっとガード性能の盾が欲しい。出るか。一体ずつ来てください。うわ、熱い熱い。マジきついな、帰り。ああ壊れそう。一旦退避。石を使って突入。はあ、最初の猛者兵にこんなに苦労するとは。怖いな。ここら辺確か敵寝とったよな。おったおったおった。バレてるよ。バックラ。お、これは筋力がなくて装備できへんパターンか。技量もたり。ふう、ここは中間地点か、もしかして。きた、安息の地や。開けごま。ゴゴゴゴゴゴゴ。エストビン補給。安心。で、アイテムを買う。魔術師の杖的なんは売ってない。てか、ここら辺で言っとって魔術師の杖やから多分、一回捨てとか使われへんな。そういう縛りなんで使えないですね。で、鍵。レニガッツの鍵。これはいる。お、ソウルの矢打っとる。言うて、意味ないですね。今んとこ。お、白霊さん。白霊プレイで行こう。あ、消えてもだ。マジか。誰か、白霊、頼むって。お前は飽きるなんて言って知ってる。魔力壺。アイテムはどんどん使っていこう。ほほほほほ。その時もの骨粉。エストビンの回復力は増える。へえ。これ使おう。どっちに行くか。あ、発見。白霊さん召喚します。もうここは失敗しました。頼むって。反霊体
これは短い。あ、消えてもた。このちっちゃいやつは短いやつですよね、多分。呼びたいのに。ここら辺、鍵かかっとる。お願い、来てくれ。霊体プレイ。お、来てくれそう。来るか来るか。あ、なんかサイン書いた今。あ、二人目呼んでもた、もしかして。まあいっか、多い方が心強い。さすがに。うわ、ええもん持っとる。杖持っとるやん、この人。ええな、めっちゃ欲しいし。おお、来た、来てくださった。うわ、杖持っとる。ええな。一礼かな。うん、お願いします。多分どっち行くんやったっけ。こっちかな。もう一人も後で来る予定。痛い痛い。オッケー、めっちゃ心強い。二人とか。やば。あ、よろしくお願いします。お願いします。よし、行こう。心強いな。いや、これは、もろたやろ。百人力や。ボス前に読んだ方がよかったのかな。そんな死の子の言っとられへんだ、多分。お、ついていくぜ。騎士様についていく。おいしいとこ取り。おいしいとこ取りっぷ。上行ったら呪縛者来るから、さすがに呪縛者は、行かない。行かない。絶対死ぬもんな。上おるよな。危ない。あー、キャッ、グッ。俺は逃げる。一人でも逃げる。ふぅ、マジかよ。あー、爆発が、もうできひんのこれ。まだ次の機会やな、これは。オッケー、リンチ。3対1。おります。んで、こっち行かんでいい。後ろはもらった。無敵時間だ。霊体プレイ楽しいな、めっちゃ。めっちゃ協力できるやん。鍵どこやったっけな。普通に鍵が欲しい。強いソウルの矢。オッケーオッケー。下降りるか。
一緒に冒険。待ってもらった感じかな、これもしかして。おお、宝開く。やっべ、くわーって忘れとったー。やられたー、マジかよー。しかも白霊さん連れて死ぬとか。はぁ、あ、一回見とったはずやのにな、あのトラップ絶対白霊さんが手上げてうおーってやっとったから安心しきっとった。あ、時間や。しかもソウルも落とすという。じゃあ恒例の装備タイムでいきたいと思います。これ装備できる。ただあんまり何も変わらへんか。とりあえず装備タイムでいきます。目つぶって、じゃあ今日は左で行こう。左左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 。3、2、1、ストップ。うわ、ダガー失うかー。いやでも、折れた直剣を手に入れたんで、よしとするか。ダガーを破棄します。ダガー破棄。だが吐き飛びしとうから無理なんか。漏れた直剣、だが吐きしました。うん、今回はここで終了やな。時間が来たんで、今回はここで終了したいと思います。ありがとうございました。